黒茶碗竹は、黒茶碗竹科に属する菌類の一種である。小実体は最初は、口がすぼまったつぼ状内脂碗状であるが、十分に成長すれば浅い皿状に開き、ほとんど柄を描き、直径8 2 0ト、mm、ル、高さは2 5ト、mm、ル程度である。くぼんだ内面はほとんど黒くて、やや光沢があり、ほぼ滑らかかまたは、粗大な浅いシワを生じることがあり、この面が、 史実層となっている。外面も黒く、ほのげを密生しており、ビロードのような手触りがある。帽子は個々の死脳の内部に8個ずつ形成され、無色でほぼ球場をなし、内部に1個から数個の小さな包状の包含物を有し、表面は平滑である。死脳は細長い梱包状から野球のバット状をし、その壁は厚くて無色、先端部に厚い。 蓋を備える。死のの間に多数存在する。ガワイは、先端がわずかに太まった糸状で、内部に黒か色の下流を多数含み、先端は針状に屈曲しない。小実体は、肉眼的には黒っぽい外皮層とほぼ白色の髄層とで構成され、前者は多少とも黒か色の細胞兵器を備えた多角形の、 細胞からなり、その災害層の細胞からは、円筒形、黒か四色で滑らかな表面を持つ長い毛が生じ、互いに絡み合いつつ小実体の外面を覆う。随層は、密に絡み合った無色の菌糸群で構成されている。主に針葉樹の林内で、それらの樹木の落ち枝状にしばしば見出されるが、これらの樹木からなる林の地上に生育した、苔類の間で採集されることもある。 不正菌であろうと推定されているが、実験的には確認されていない。早春に発生するキノコの一つで、時にはかなり暑い残雪の間から発生することさえある。北半球温帯以北の宿主となる蒸気の樹種が分布する地域に算する。日本では今のところ北海道から鳥取県までの地域で分布が確認されている。日本からの初記録は、 大正3年9月27日に宮城県仙台市付近から見出されたものである。分類学的一致から無毒であろうと推測されているが、食用になるかは不明である。小実体が小型かつ肉薄すぎる上、その発生量もさほど多くないので、食用的価値はなきに等しい。ニセクロ茶碗竹の遺伝子解析によって一種のセリ、活性物質の生合成を高度する遺伝子が、 発見されており、この遺伝子を陶カビに組み込むことによってこの物質が高周率で生産できることが明らかになった。プレクタシンと命名された、この物質は一種のペプチドであるが、ペニシリンやバンコマイシンなどへの耐性を獲得した肺炎連鎖球菌などに対して高い抗菌活性を示し、人やマウスの培養細胞あるいはマウスの生態に、 対して投与しても毒性が低いという特性があると、いい臨床用抗生物質としての応用が期待されている。同族に置かれるニセクロチャワンタケ作は、小実体がやや黄行でしばしば柄上部を有することや、ガワイトの先端部が針状に反転することなどで区別されるが、小実体の外観のみによる正確な識別は難しい。エナガクロチャワンタケ属の菌も外観が極めて似ており、 発生環境が新葉樹の林内である点でも、ニセクロ茶碗竹と紛らわしいが、胞子が球状でなく、楕円体状ないし、マガタマ状である点で区別されている。ありがとうございます。